ですけれども、はい、2回続けて自分の納得いくものが出せそうです。じゃあこの1週間考え込んでたというわけですね。そうですね、はい、というか卓球をちょっとした。ああなるほど今回なんですけれども、はい、相手が落としやすい下回転と相手が落としにくい下回転、この2種類があるのでその違いについて紹介していきたいと思います。はい、それは回転量が一緒やのに落としやすかったら落としにくかったりするっていうことですか。そうです、冴えてますね。そんなことがあるんですか。はい、やっぱり下回転サーブっていうのはやっぱりみんな覚えたいし、はい、まあ、その切れた下回転を出して例えばドライブ攻撃つなげたいとか、はい、こうボトッて落として相手がうわもう困っちゃうみたいなことをね、はい、起こしたいから下回転を覚えたいと思うんですけども、できればエース取りたい、うん、けどこの下回転をブチッて切った時にボトッて落ちやすいサーブと、うん、ポヨッて落ちづらいサーブあるんです。もう同じ切れ味にもかかわらず、はい、どういう下回転サーブがこの落ちやすいのか、うん、どういう下回転サーブが落ちづらいのか、はい、で、まあ、その2種類のサーブ、下回転サーブなんですけれども、そこから、まだまだね先があるんで、その先があるんです。その先がある、まあ、まずその2種類のサーブの下回転サーブの落としやすい落としづらいサーブの違いと、はい、そのサーブを使ったらどうなるのかっていうところを解説していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。じゃあ2種類のその下回転をもう結構混ぜて出すんで、はい、真ん中ら辺にショートサーブで出すんで、こうじゃないかなっていうのをちょっと分かりました、言ってみてください。じゃあいきますね。何か違い感じましたか。ボールが、はい、なんかちょっとこうスンって進んできたり、はい、ポンポン、まあ、別になんか高くてポンポンってしてるわけじゃないですけど、うん、まあ、ポンポン、ちょっとなんか遅い感じ、うん、どんどん冴えてきてる。やったーそうですね、いわゆる球足が速い、はい、スーっていく下回転と、まあ、いわゆる球足が遅い、はい、トントンっていく下回転を2種類出してたんですけれども、こうどっちの方がこう落ちる感じ強かったですか。球足が速い方がなんかおちょっとこう落ちないよみたいな、気をつけなきゃな、気をつけるかな、うん、そうですね。基本的にこの球足が遅い下回転っていうのは、はい、前に進む力が、はい、まあ、強くないですね。こうそうですね、まあ、こういう感じで、はい、こうやっては前に進む力が、球足が速いやつは強いんで、まあ、この単純に回転が大体一緒で、ここに当たる力が強い方がパーンって反応が良くなっちゃうと、まあ、相手のラバーに反応しちゃうよね、うん、早くパーンって当たればその分回転で落ちるし、これが遅くこういう風に当たるとやっぱりこれがちょっと、まあ、落ちる力が和らぐんで、まず相手に下回転とか、まあ、サーブを効かせたい、単純にも回転で効かせたいっていう時には、はい、球足が速い方が回転の影響は受けます、はい、なるほど。もちろんこういうサーブでも別に効かないことはない、はい、これ球足が遅いのに合わせてナックル出したりとか、はい、切れたの出したりとかしても、まあ、効くことは効くと思います。ただ回転の影響度っていう話でいうと、球足がこういう速い方が、そうですね、あ、そうだったり横回転でも何でも、まあ、回転を受けやすいと、まあ、受けにくいですね、受けにくい、はい、っていうことなんで、単純に回転の強さによるサーブを効かせたいんだったら、球足が速い方が回転の影響は相手は受けてくれると。なるほど、はい、で次ですね、それはもう、はい、今説明したのは単純に落ちやすい下回転と落ちづらい下回転の説明、はい、で次に来るレシーブですね。はい、ちょっとじゃあもう一回受けてみて、ちょっと遅いやつ出すね。はい、
次にちょっと早いやつください。どうすか感覚的にこのレシーブがやりやすいとかこういうレシーブになっちゃうみたいなのってあります？まず遅いレシーブ遅い方だとなんかストップとかがしやすいイエーイで逆にこう速いのやとストップとかをがすごい難しい感じ長く返すっていうのの方がでもなんか逆に深く返そうって思ったりするとやりやすいような気がする。グッドです。やったー、はい、まあもう本当に言った通りでこれこのまず球足を押さえつけるのは推進力前に進む力がねあんま少ないんでその分こう、ね、手前に落としやすい、はい、逆にこうこれをグッとかやろうと思うとこの自分で力を結構加えなきゃいけないんで、うんそこのタッチはちょっと難しくなると思う。自分でこうやろうと思ったら、ね、下回転の影響を受けちゃうから。なるほど。ぶつかりに行っちゃう。自分がぶつかりに行っちゃうと、こう、ね、難しくなっちゃうから、はい、やっぱりこう、ふわって、飛んでいかない力を利用して、ふわって落とした方がやりやすいし、まあ、こっちの、こういうやつは、やっぱり強く当たってるから、これを短く落とすのは難しくなるというわけで、まあ、中級者より下になるとストップのボールをカーンっていったりこうチキでガーンチキだとかみたいなのが入って大丈夫ドライブっていうのは多分できる人ってほぼほぼいないと思うからこれをパーンっていったりグッと押し込むのってむずいよねむずいから、まあ、台上のボールがあんまり欲しいって思わない人はこれサーブを別にこう使わなくてもいいのかなと。なるほど。でだから中級者より下しっかり台から出たボールをドライブできるっていう人はなるべくこう球足がこれは逆になんかストップめちゃくちゃ難しいですね、うん、やっぱり早めのボールっていうのを出した方が、まあ、攻めにつながるでしょうということですね、はい。まあ、上級になってくると使いどころを変えていけばいいのかなと、うん、やっぱり最初のうちはこうねこういうのどんどん出しておいて、まあ、相手が、ね、グッてきたりとかちょっといきなりそのサーブかって置きに来るけど、まあ、どんどんこう接戦になって9オールとか8オールになってお互いに緊張してきたりするともう相手の攻めを止めたいってなるからこういう風にやってちょっとストップを誘ったりとかするっていうのは一つ状況になったら、まあ、テクニックいろいろ使えるのでそういう使い方してもらえばいいかな。最初に言ったみたいにこのポンポンっていうはい、サーブっていうのは高いわけじゃないっていうふうに言ったんだけど、うん、やっぱりどうしてもちょっと高さ出ちゃうんで、うん、気持ちねどうしても高さ出ちゃうからう、ね、これ上手い人にやるとこうやられる可能性があるから、まあ、そこら辺結構注意した方がいいかなっていう。こういうサーブを出すときはもうほんまにできる限り低くっていうのをこだわっていかないと、うん、そう低くとか推進力をなるべく弱める。これでもやっぱちょっと進んでるわけなんで、はい、これがなるべく前に進まないでこういうような弾道で飛ばす。なるほど、まあ、これぐらい短くというか、まあ、結果的に短いんだけどもボールが失速するような、まあ、前に進まないようにすればでこのちょうどよくじゃなくてもうちょっとグイッて入らなきゃいけないとか。そうですね、なんかやっぱこう入る量も全然足入れる量も変わってくるから、うん、こういうのはこう結構そうすると自分からまたちょっと押さなきゃいけないからこう難しくなる、まあ、もちろん高いところで取られたらさっきのグインって押さえ込まれたりするんで、はい、ここら辺はねバランス大事なんですけれども、まあその推進力っていうところを考えてもらうと、はい、回転の影響度とか来るレシーブっていうのは読めたりするんで、まあ、ここら辺はただサーブを切るだけじゃなくて、はい、どうしたらその切ったサーブが効いてくるかっていうのは頭に入れておくとこう全然効果が違ってくるんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回ご視聴ありがとうございました。最初に話した通り私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガーまたは名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れていく監督さん、経験を
YouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身、全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体操法、体の使い方ですね。そういった部分の講習会を逆に私自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上、オンラインのコミュニティですね。そこで会員さんとやり取りをして、徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は卓球クラブを持ってとか、指導者として全国一の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にこうレベルがステップアップするにつれて、なんかこう違うなと。やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく、その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと、そういった中で自分が最初の頃こう卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、あれ、これもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな、そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について、各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらってる中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている、一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり効果が出る練習をしてほしい、なるべく勝ってほしい、そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。